クローバーネット TV サイクロチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。武田邦彦の本当の話、3月9日第5回放送です。私はアシスタントを務めます倉島桃子です。どうぞよろしくお願いいたします。まず放送を始める前に最初にお詫びがございます。前回放送中、機材の不調がございまして音声が一部聞き取りにくいことがございました。武田先生をはじめ視聴者の皆様には大変申し訳ございませんでした。お詫び申し上げます。それでは早速、この番組のメインでいらっしゃいます武田邦彦先生をご紹介したいと思います。武田先生、今日もどうぞよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。音声も不調だったんだけど、前回、はい、もう一つ失礼なことありましてね。はい、桃子さんはね、はい、ウィンタースポーツのもう素晴らしい選手だったってこと知らずに、いやスキーはなんか A 級ライセンス、1級ですね。1級ということで、はい、僕は下手なスケートの解説なんかするんじゃなかったと思いましたけどそんなことはございません。だんだんあの皆さんもあの桃子さんのこと知りたいと思ってますけど、私も少しずつ知っていきますのでありがとうございます。はい、そうなんですよね、はい。まあ、昔取ったなとかって言いますけども、 なかなか今はスケートに行く機会はないんですが、まあ、ピョンチャンのパラリンピックが始まったということで、そういった話をね、いろいろまた取り上げたいなと思いますけどね。はい、では今日は実は盛りだくさんな時事問題がございまして、ね、はい、まずこちらからいきましょう。はい、はい、ホットな話時事問題、まさにこれはあの生放送でお届けしている番組なので、直前に飛び込んできたニュースが今日は盛り込まれているんですが、そうですね、こちらの順番で、ですね、はい、まあ、あの私もね、今日昼頃、まあ、今日は本当に重大ニュースが大きいんですよ、多いんですよ ね、はい、ですから、まあ、これだけ重大ニュースがあるのに、はい、それ知らん顔して本当の話だってしょうがないじゃないかと思ってですね、急遽入れていただいたんです。はいはい、まずトランプ大統領が、まあ、あの韓国の特使が行きましてね、はい、金委員長と会談する可能性があると、はい、まあ、いうことで、これはもうアメリカと北朝鮮の間が一気に和解に行く、もしくは北朝鮮がミサイルと核兵器を放棄する可能性もあるということでですね、はい、で、まあ、非常に大きな判断、ね、ただ非常に残念だったのは、今日詳しくこれ言いませんけど時間がないので、はいはい、これを日本が斡旋してたらね、もしかしたら拉致の方が帰ってきたかもしれない。もう北朝鮮すごいピンチなわけですよ、はい、そのピンチを日本が救う。北朝鮮は僕の観測ではそれを日本に期待してたと思うんです。うん、あの今の北朝鮮指導部は僕の見方から言えば親日なんですよね。ですから、日本がもう一歩行けなかったかなと思いますね。外交っていうのは正義だけじゃなくて、はい、ダブルトラック、トリプルトラックで行くものなので、まあ、今度ちょっとそれが残念ですが、まあ注目しましょうとですね。はい、2番目はまた驚いたあれで、本当に夕方飛び込んできた、ね、夕方飛び込んできて、ね、そう、財務局の森友担当職員が自殺と、はい、まあ、これを知らないで、私はピンクのネクタイをしてきたんですけど、はい、桃子さんがエルメスのスカーフするなら俺もエルメスのネクタイだって言って頑張ってきたんですがあのこれが起こりましたからちょっと問題なんですが、はい、いや実はあのもちろんご存知の通り、佐川現在の国税庁長官が財務局長時代の、まあ、部下ですね、はい、その人が森友問題を担当したのが自殺した、まあ、これはまだ何の自殺か分かりません。もしかしたら個人的な事情で自殺されたかもしれませんが、はい、しかしこの時期ですから それを多分受けてと思いますが、昨日ですからね、はい、お亡くなりになったのは、ね、佐川長官が辞任したということで、はい、ですね、私はまあ随分年を取って今までこういう事件とはいっぱい見てるんですけど、はい、必ず中間が自殺するんです。課長が一番多いですね。課長部長が上と下がギュッてやって、それでやっぱりそこまで精神力ないから、あのやっぱり上に登るのは精神力ありますからね、はい、下は今度責任ないですから、まあ、中間が死んでしまうと、私の関係では原子力のね、はい、高速増殖炉、はい、文殊ってなんですよ、うん、はい、そこはもう2人自殺出してるんですね。うん、ですから、まあ、組織、大きな組織の圧力を受ける中間管理職の辛さというのが分かると思います。それから大相撲ね、はい、白鵬も休場する、はい、稀勢の里とびっくりしましたね。あともう誰がいるんだという感じですが、まあまあこの際全部海を出してやり返るっていうのがいいし、大砂嵐も引退勧告いちゃったしね、もうどうしようかな。ちょっと残念な話ですね。はい、それから中東ヨーロッパ、これはあのシリア、サウジアラビア、はい、イタリア、それからドイツ、まあ、イギリスと、
もうねこのところ、まあ、今年はヨーロッパの選挙が次々と行われておりましてね、はい、それで結局どういうことになってるかって言ったら、まあ、あんまり長く説明しませんが、今までインテリで金を儲けてる人たちが総崩れして、はい、そして、それに代わって俺たち働いてるのになんかいいことないのっていうのが出てきたっていうことですね、はい、ですから、まあ、イタリアの今度第2党っていうかほとんど第1党に近い第2党になったのは32歳ぐらいのコメディアンでブロガーで金儲けて出てきたと、それがね200議席戻っちゃうわけですから、もっと取りましたかね。ですからそういう時代に変わってるっていうんで、これはあの我々 の生活にもすごく関係しますので、はい、機会があったらこの4番の問題にも踏み込もうと思っております。はい、はい、さあそれではこちらのお話を続けていきましょうかね。はい、はい、ではこちら待ってたという方もいらっしゃるんじゃないですか。本当の話の家庭編ということで、はい、ついに出ました。ついに出ました。はい。前々回の親子喧嘩の話ありましたよね。はいはい、そうですね。こちらにあの感銘を受けたという視聴者様からのお手入れをございまして、はいはい、こちらをちょっとあのご紹介したいなと思います。視聴者の皆さんにもぜひあの知っていただきたいんですけども、はい、武田邦彦先生の本当の話、企画放映していただきまして本当にありがとうございます。武田先生のお話は大好きです。私の夫は息子と喧嘩をしたことがありません。夫は息子の話を受け止める聞き方をしていて、それが良かったんですね。夫を久しぶりに尊敬の眼差しで見るようになりましたということで、この番組はたくさんの家族を幸せにするんじゃないかという、ね、期待感いっぱいな感じですけども、はいはい、今日この後の話でも、はい、もしかしたら救われる夫婦が増えるんじゃないかという。今日は皆さんがっかりすると思います。あまり期待しないでくださいね。はい。じゃあどんな話だったのかということで、まあ、楽しみにしていた方も初めて聞く方もですね、おさらいということでいきたいと思います。はい。で、ね、はいはい、ではおさらいです。夫婦喧嘩というのは一番難しいんですね。で兄弟喧嘩から入ってます。始まって、はい、兄弟喧嘩、親子喧嘩、男女の関係。はい、で兄弟はまあ。優生生殖が誕生してできるだけ性格の違う兄弟を作りたい、はい、これが親の願いですから、はい、だから兄弟っていうのは体は似てるけども性質は非常に違うという方が成功である、はい、だから兄弟喧嘩ってのはそれほど気にする必要がないと、まずこれですね、はい、だから親子はもちろん30年離れてるということで、親の言うことを聞く子供は親の世代の方に組み込まれちゃうので、非常に子供はその後不幸になるだろうと、うん、まあ、いうことですね、はい、みんなから疎まれますね、はい、ですから親は絶対子供を説得しないということが大切だということですね、うん、それから、まあ、もっと踏み込んで言えばですね、電車に乗って腹を立ててるのは全部おじいさんなんですよ、うん、あのおじいさんは頭が切り替わらないから腹立ててなくてそうじゃなくてですよ、はい、自分の正義と違う正義が目の前に広がってるから腹を立てる、うん、ということはどういうことかっていうと、親の言うことを聞いた子供はその後全部電車に乗ると腹が立つんですよ。そういう子供になっちゃうからかわいそうだと、まあ、いうことですね、はい、それからまあ男女関係では優生生殖ができた後はオスとメスが同じ価値を持ってると思ってたけど、それからだいたい7億年近く経つとどうもオスはいらないと、まあ、いうことになって現在に至ってると、はい、それが一夫多妻の制度でありですね、いろんな風習を作っていて、はい、人間もそのまま引き継いだというところに皆さんの苦痛があるんじゃないかと思うわけですね、うん、で今日4番ですね、はいはい、で5番はまあちょっと質が違うので、はい、時間のある時にまた5回目くらい後にですね説明をしたいと思います、はいはい、では今日は夫婦関係ですね、はい、そうですね、はい、夫婦喧嘩の本当の話、はい、ということですよ、そうですね、はい、今のことを十分に頭に入れて、はい、そういう科学的な動物学的なことを頭に入れて聞いてほしいんですよね、うん、はい、そうしないともうカッときますからこれはね上から3番目は、はい、3個はですね夫婦のことを書いている本にはほとんど出てるもんです、はい、共通認識ですね、なんか見たことありますね、そうです、これ、はい、これはもうどこでも言ってます、夫は目的を求め妻は共感を求めると、だから、うん、夫は必ず解決する、うん、ところが妻がなぜ目的を求めないかっていうとですね、家庭生活っていうのはどっちみちどうにもなんないんですよ、目的を達成するようなもんじゃないんです、はい、今日ご飯を作って今日おしめを変えてっていうのがずっと一生続きますね、うん、ですから妻は目的を持った行動をしてるんじゃないんですよ、うん、夫は常に目的を持ってるんです、あの国を取ろうとか、うん、こういう目的を持ってるんで新幹線通そうとか、はい、だからどうしても、ぐずぐず妻が言うのが
我慢ができなかったりして、なんだお前そんなこと言ってって言って、それはよくわかります。そうそう、それはもう全然ね、はい、それから夫は黙り妻は喋るんですよ。あ、でこれはあのもうしょうがないんですね。これはもう脳の領域の大きさがこうなってますから、まあ、これしょうがない。それから夫は弱みを見せず、妻は弱みを共有する、これありますね、はい、ですからこの3つはもう結婚するときにもうちゃんと分かってなきゃいけないっていうことですね。でこれはこれがいいのはですね、結婚する目的は人生を2倍にするわけですよ。自分と違う価値観を持った、自分と違う価値観を持った人と結婚して、本当だったら一つの人生なのにそれが二つの人生になるわけですから、はい、ですから、妻が喋っても文句を言わずっていうことになるんですね。それから4番目からあとはやや科学的な見地ですね、はいはい、愛妻弁当は6ヶ月、浮気は3年目と、うん、これもあるんです ね、 よく聞きますね。これが大体あの人間が飽きる限度なんですよね、うん、ですからね、愛妻弁当はもう6ヶ月だとなくなる、うん、愛妻弁当が続くってことはない、ね、まあ続いてもまあ子供のおかずをついでに入れとくとまあそういう続き方はするんですけど、我が家を見て先生そう言ってるんですか。いやいや3年目の浮気って言いますけど ね、 ありますね。この基本はですね、夫の人間の性欲っていうのは猿とは違ってですね、うん、逆転しちゃったんですね、女性の誘導でオスの男の性欲が湧くっていうになりまして、うん、その時にまあ今から200万年前なんですけど、その時から、女性がお化粧するようになるんですね、はい、であの骨にお化粧の跡が残るわけです、うん、でその時に人口がぐっと減るんですね、はい、で骨がまあ少なくなる。なぜ少なくなるかというと、男が性欲を失ったことを女性が気が付かなかった、ね、と考えられてる。でしばらく気が付かなかった。で化粧もしない、そう全然男が迫ってこない、うん、なんだなんだってなって、それでお化粧しないと男は性欲が湧かないってことは分かった。それでお化粧するようになった、ね、それからもう一つ性格的には引っ込み思案っていうのはそこから出てきた。その女性が引くんですよ、はい、あれ引くっていうのはまあ、これ僕の意見じゃなくて解析されてんだけど、はい、男が最初化粧を見て男が追ってきた時に出ちゃダメなんですよ女が。そうするとね、人間の男 の、 あの性欲ってのはそこで衰えちゃうんですよ。そこで2段階になってるんですよ。まずお化粧で引いてもう一回引くんですよ。そうすると追っかけてくるんですよ。それでちゃんとハマっちゃうわけです。でそれで子供の数が戻って、それで人間が続いたわけですね。だから非常に大きな事件だった。で、まあ、これはちょっとまだ一説なんですけど、男性の脳が 1000cc を超えた時に、はい、遺伝情報というのはだいたい10の10乗ビットなんですけど、その10の10乗ビットの中に性欲が入ってる、はい、ところが頭脳が10の12乗ビットになって100倍になった時に、その本能を頭脳が抑えるようになった。その抑えたやつの一つが性欲だった。それで、まあ、結局性欲を失ってしまう。だけどもそれはもともと遺伝子にあるから、その上が取れたら性欲が出てくるんです。この上が取れる、つまり脳情報が取れるための一番の薬は酒なんですよ。ですから酒を飲むと大脳脂質、つまり10の12乗ビットあるところが取れるから、だから遺伝のところが出てきて、それでセクハラが起こったりするんですよ。そういうことなんですね。そういうことなんです。だからこれは愛妻弁当とか浮気、はい、それ一番 あれなのは第二子が生まれないってやつがこれですね。第一子は生まれる、はい、結婚したら。なんでかったら結婚した時奥さんお化粧してなやなやしてる、うん、だから一段二段と性欲が刺激されて子供が生まれると、子供が生まれると奥さん子供の方に注意を向ける、うん、それからもう一つはちょっと体型がこうなってくる、ね、そう夫が帰ってくる、うん、そして丸太が転がってる状態になるんですよ。で、ね、丸太になるともう男性は性欲が湧かないんですよ。でところが奥さんは男が性欲があると間違ってて、で丸太のようにゴロゴロ転がってると、第二しかできない、決まってじゃないかって。それで、ね、そのだからそのメカニズムを奥さんが分かって、何人子供が欲しいまではちゃんと男性の性欲を誘導し、もうこれでいらないんだったら丸太になればいい。そうなんですね。そうなんですよ。だからそれもちゃんと夫婦がうまくいくのが大切、うん、それから6番も非常に重要です、はい、夫は絶対ワークを識別できません。
これはもういっぱい実験があるんですね、うんうん、それで哺乳動物は胎生ですからね、はい、メスのお腹の中でできます。メスはものすごく胎児と接触が密なんですね、はい、例えばお母さんは男性ホルモンあんまり作れないので、うん、男性ホルモンを作るときは男の子の体の中にいるときは胎児、男の子の体の中を使って男性ホルモンを作ったりするんですよ。 そのくらいこう応接がしょっちゅうあるわけですね。そうなんですね。だからもうまあそれは自分の体と一体なんです。それからそれと同時にもっとものすごく大切なのはね、夫の体を半分持ってるんですよ、うん、あの胎児っていうのは、はい、だから自分の体が半分、夫の体半分だから、うん、絶対に拒否反応が起こって、はい、母親は胎児を殺すはずなんですよ、うん、他のことから言えば、はい、ところが殺さないんです、うん、これはまあその胎盤の構造がそうなってるんですね。物理的にそうなってるんですけど、うん、ですからその胎児と母親とは非常に特殊な関係にあって、うん、したがってもう子供は母親を直感的に分かる、うん、父親は全く分からない、父親も分からない。だから、父親が子供を教育するというのは非常に難しい、もうほとんど不可能と言った方がいい。だからあの僕がラビット界って結婚をね斡旋する気がやってますが、はい、女性の方がお見合いに出てくる女性の方が子連れである方が結婚がすぐ決まるんですね、はい、これはなぜかっていうと男から見ると自分の子供でも前の男夫の子供でも区別できないんですよあの哺乳動物のオスが自分の子供を識別する方法って1個しかなくて、それは自分がセックスした相手の女性の横にいる子供を自分の子供と見るんです。そういう見方をするんですよ、はい、時期じゃなくて。だから必ず人間でしたら妻の横にいる子供、それは前の夫の子供かもしれないけども、それに子供の愛情が湧くんですよ。そうできてるんですよこれもよく分かってなきゃいけないですね。それから7番目はまあ静岡大学の学長かなんか言われた言葉だと思いますけども、はい、家庭というのは流れる川であると、うん、彼がそう言ってる。これがまあ一番僕適切だと思って持ってきました、うん、家庭っていうのはある川を作るんですよ、はい、そこに自分たち2人がいて、そのうち子供が生まれ、子供が巣立って出て行って、また離婚して帰ってくる。それをずっとある時間の流れで抱擁していくもの、うん、それが家庭であると。だから家庭を作るときですね、夫婦で作ろうと思うんじゃなくて川を作る感じなんですね。家族全部が、それは例えば狼みたいに家庭が非常にしっかりしている動物も一緒なんですね。ですから狼なんかは夫婦で作って、それで嫁いだ娘がの夫が死んだら引き受けるわけですね。それはなぜかというと川なんですよね。ですからそのそこから誰が出て誰が入るっていうことはあんまり厳密にやるっていうことは望ましくないということで、まあ、これですね。はい、次行きましょうか、はい、これは原理原則。原理原則、じゃあどうしたらいいか、はい、うん、質問が来たわけです。一番最初の回に、そうでした、妻を説得するのどうしたらいいかそれをズバッとね、ズバッと書いてあります、はい、もう絶対腹立ちますから皆さんまず恋愛結婚をしない、はいはい、恋愛結婚というのはもう時期的に無理なんですね。恋愛の時期が1日ぐらいだったらいいけど、もう1年恋愛してたらあと残り2年だからもうダメなんですよ愛妻弁当の機会も失われてるわけです。なるほど。だからこれはできるだけ避ける、うん、それから毎日の生活はできるだけ別行動、これは入ってますね、可能である限り別行動ですね。あれはね、嫁と姑がなぜ争うかっていう、うん、僕は一般的に言われてるのと違うんです。一般的に言われてるのは夫を取り合うって言われてる、ね、妻と母親で、はいはい、そうじゃなくて僕はね、同じことをすれば必ず人間は喧嘩になる、うん、ね、だってもう鍋の使い方から、あの洗濯物の畳み方からみんな違うんだから、そうですね、どこをサボるとかどこをちゃんとやると違うんだから、うん、だからできるだけ別行動、はい、で夫は力仕事電気はすると、これはもうすると、はい、だから風呂の掃除、うん、はいっつってやると、うん、で電気切れたすぐやると、ね、で夫は子育てしない、これは難しくて、うんうん、幼児教育者の研究をずっと見ると、はい、やっぱり夫の子育てはない方がいいですね、遠くに距離が、うん、あの妻が、あの母親がこのくらいだったら夫はこのくらいがちょうどいいと、まあ、おじいさんおばあさんは特にそうで、おばあさんが孫を世話する時とおじいさんが孫の世話する時との怪我の発生率、はい、ね、そんな話ありましたね、はい、おじいさんが怪我したら、はい、あ世話すると3倍になる、うん、これはまあ母親と夫の間もそうですね、うん、で
今は戦争がありませんから、はい、自分が死、夫が自分が死ぬという代わりに大切なものってやっぱお金ですから、うん、ですから戦争がない時は財産は全部妻に渡すと、これが正しいですね。これをやるとある程度はそれでも仲のいい夫婦になれるかどうか分かりません。一番仲のいい夫婦なのは下なんですよ。決定版、夫は全て妻にしたが1から10まで1から10あのこうしろと、はいはいっつってやるんです、はい、全部その方がいい、うん、そうすると非常にちゃんとした夫婦になりますね。具体的にこういう人っているんですよ。僕ちょっと具体的な名前ちょっと挙げる、はい、有名人でいるんです、はい、それでその人はもうどんな時でも従うんです。もう妻が言えば、はい、そうすると妻はどういう行動を取るかっていうと料理を作り、うん、洗濯をし、うん、やるんですよ、うん、だけどねもともとね今の家庭の形ってのは女性に不当なんですよ。女性と男性と同じく働けっつってんですよ、うん、ね、買い物は？いや妻、子育ては妻、ね、料理は妻、何これっていう状態になってるわけですよ、はい、その状態を男がちゃんと分かんなきゃね、うん、だけど昔はこれでよかった。男と女が働いて、しかも女が買い物をし家を子育てする、料理する、これでよかったんです、うん、なんでよかったかって言ったら男が死ぬからです、戦争で、うん、これでバランスが取れてた、うん、でじゃあ男が死ぬことがなくなったらその代わり何をやるかというとね、まあ風呂掃除と、まあお金を全部渡すとまあそれで死ぬのに値するかどうか分かんないけど、まあなんとかギリギリだなっていう感じですだから私にご質問いただいた人はね、はい、あのまず私が言ったことを例えばリサイクルしなくていいとか、はい、そういうことを例えば妻に説得しようとしたら妻は聞かない、ね、うん、いやもうね絶対説得しちゃいけないんですよ、うんうん、むしろ妻の言うことあそうだねとそれがもうねこれはね仲のいい夫婦になるにはのあれですよ、はい、そうですね、だから喧嘩したければ殺しなくていいんですよ、うんうん、ある人がねこれ全然今の方向と違うじゃない、はい、言うから、はい、いやそれはね喧嘩したかったらこうしなくていいよ、うん、現在夫婦がこうあるべきだとテレビなんかで言う通りすれば、うん、必ず喧嘩になります、うん、だから自分でご判断されたらいいんですよ。自分は夫婦喧嘩しながら人生を送りたいと思ったら正義を通せばいいし、それからもう仲良く暮らそうと思ったらもうこの 原理で絶対に仲良くなると思います、うん、なるほど。これはだけどあなたも一言あるでしょ。いやどうなんですかねいやでも適度にやはり喧嘩をしながら、うん、で適度に仲良くする、やはりほどほどがいいんじゃないですか。そうです、そうです、やっぱり喧嘩もしてみないと、やっぱりまたスポーツウーマンにしてあれ穏やかないやスイッチの入るタイミングでしょうね。なるほど、はいはい、では皆さんがね楽しみにしていたこの夫婦喧嘩の本当の話、またあの次回ありましたら、ね、はい、また面白い話がねこの話シリーズものとしてあるかもしれませんので、お楽しみにということです。さあそれではここで一旦お知らせを挟みたいと思います。はい、今回も先週に引き続きまして2社様からのお知らせとなります。まずは越谷市浅間台にあります優しい整体ゆらり様です。頭痛のほか首筋、肩、腰などの痛みに苦しむ方にはぜひお問い合わせいただきたいと思います。長年首筋や肩の痛みに悩んでいたクローバーメディアのスタッフからもゆらり様に行ってみると驚くほど改善したと喜びの声がありました。遠くからゆらり様までお越しになる方もいらっしゃるということで、まあ、優しいという名前の通り全く痛くない施術で、女性にも喜ばれています。優しい整体院ゆらり、番組ページと YouTube 詳細ページにホームページリンクがございますのでぜひご覧ください。さあ続きまして、こちらも前回に引き続きバイタルアクト様からのお知らせとなります。ストレスの多い現代社会では通常の食生活だけで補いきれない栄養素も多くなったと言われます。しかし何が必要なのかを考えて別々にサプリメントを買うよりはまとめて摂取できるように、しかも日本人に合ったものを良質な原料でと考えたのがバイタルアクトです。まずは健康状態が肌で実感できると思います。美肌の鍵は体の内側の健康にあります。お得なキャンペーンも実施中ということで、番組ホームページと YouTube の詳細の部分にリンクがございます。以上、バイタルアクト様からのお知らせでした。番組の応援誠にありがとうございます。番組をご覧の皆様もどうか応援企業様をご支援いただきますようお願い申し上げます。またクローバーメディアでは番組を応援してくださるお店や企業を随時募集しております。クローバーメディアまでぜひお問い合わせください。
まあそのバイタルアクト、はい、それよく知らないんですけど、はい、今日ね僕ショック受けたのはね、ショック受けないですけど、はい、ショックみたいな感じなのはね、はい、健康寿命っつって、あ、はい、人の介護を受けなければ生活できなくなる年、はい、うん、男って73だそうですよ。僕なんかもう超えてんのあれ僕あの介護受けた方がいいのかなってそれね、確かに、要するに僕はねもちろんものすごく体弱くて、もう高等な学校なんか行けなかったわけですね。でまあ42ぐらいから元気になったわけですが、それでもやっぱり体弱かったんですけど、まあ75年もこうやって頑張ってね、朝8時からずっと働いて、夜はこれからお酒飲みに行って名古屋にいたらクラブ活動行って午前様で帰ってくると、これね、あのなんでかっつったらやっぱりね、一番大きいのは心の持ち方なんですよね。あの人間は大脳支配動物なんで、はい、自分が年取ったと思えば年取っちゃうんです、うん、それから物忘れが一番極端ですが、はい、物忘れすると思ったら物忘れするんです、うん、だから物忘れした時に俺は若い時の方がひどい物忘れだと思えばするといいんですそれで、ね、だから今はまあ生前の中にねありましたけどね、はい、やっぱり自分を若く保とうということで、はい、あとはまあ、 あの年齢が出すと死亡確率増えますから、はい、だから僕の方がもちろん死亡確率は高いんですけど、死亡確率がいくつであるということと毎日の生活が快適であるということは別なんで、はい、まあ、そこのところを考えて一つ、75でも大丈夫ですよと、はい、いうことで、そうですね、はい、はいはい、ありがとうございます。では今日はですね、次前々回からのお話の続きをもう早速いきたいと思うんです。はい、もう本当に話が盛りだくさんでなかなか先に進めない感じでますけども、まあ、世界編ということで、そうですね、はい、前々回あのアメリカの四大苦悩のお話の中で一、はい、つ目、これ、はい、表が出てくるんですけども、はい、出てきましたね、はい、2040年には白人国家ではなくなるところでの話になってまして、で今日は2つ目以降お話しに行きたいと思うんですが、はいはいはい、今日はあの北朝鮮との問題がありましたから、はい、まさにこれなんですね、はい、なぜトランプ大統領が北朝鮮のキム委員長と会談をする気になったかということの真相がね、これありますね、はい、一つはあの 0.1% 人口の 0.1% の人、約300万人ぐらいがですね、はい、50% のキャッシュフロー、つまり現金を流れる時のところに関与している、はい、だから、まあ、半分のまあ財産ってことないんですけど、所得ですからね、はい、財産じゃないんですが、お金に関与している、これあまりにひどいわけですね、うん、それで結局そういう状態になってしまったので所得税が逆転しちゃったんですね。あの大体所得税って所得の多い方がその所得が高いわけですね、はい、ところはあのアメリカはですね、大体所得が1億円以下ぐらいだと所得税が 30%、 それから3億円以下ぐらいだと 40%、 だからそこまではずっとこうなってるんですけど、300億円の一つはね所得税が 14% なんですよ。でなぜこういうふうになってこうなるかって言ったら、ここはお金による政治的圧力で所得税を下げてるんです。非常に不公正なんですね。でこういう不公正な、だからアメリカ人はね、人を羨むってことはあんまりしないんで、その所得が高い人でもいいよと、はい、いいけどお前税金は払えよと、うん、ね、っていうそういうスタンスなんですね、うん、だから所得が高い方に恨みがあるんじゃなくて、その所得の高い人がズルをしてるっていうところに恨みがある、うん、これがトランプ大統領が当選した理由であり、うん、この改正をしなきゃいけないんですよ、はい、で改正をするってことは今問題になっているように関税を、外国からの関税を上げる、うん、ね、それからなんか外国との不正取引をやめさせるとかいうことをどんどんやって、うん、はい、それで いわゆる社会的な公正感というのを作っていかなきゃいけない、うん、そして大金持ちの方は抑制していかなきゃいけないということでやってはいるんです、うん、まあ勝負は五分五分というのはですね、うん、もちろんトランプ大統領の首脳部に入ってる人たちはみんなエスタブリッシュメント、つまりそのズルしてる方だから、うん、だから次々と辞めていっちゃうんですね、はい、その辞めていく速度がそのトランプが改革する速度どうかっていうことと、うん、トランプを固く守っている 35% と言われる、
その不当なことに怒りを持っている国民がどのくらい結束を続けられるかっていうね、まあ、そこにありますね。まずこれですね、はい、次はしたがってアメリカはもう民主主義じゃないんです、うんうん、ね、民主主義であれば選挙の通り行くんですよ、うん、ところが選挙して当選した人が 0.1% の 50% キャッシュフローを持っている人たちの味方で所得税下げたり特権与えたり、グローバリゼーションってそれですからね、アメリカのグローバリゼーション。だからそれに対してグローバリゼーションに反対しているイギリスとかアメリカもそうですね、それからイタリア、フランスというのがみんなが言ってるのは、グローバリゼーションというのは実は民主主義から寡占政治、金権主義に変わっていってるわけですね。これに対することが明らかになって、それはあれがありますでしょ、無税の地域にお金を出してね、そこで税金を逃れたり、はい、もういろんなことが出てきた、ね、それでアメリカはですね結局白人国家じゃなくなって、うん、まず一つ、はい、それからもう一つ民主主義じゃなくなったわけですよ、うん、ね、それだけでこれを立て直すのって大変なんですよ、うん、それにもう一つ来ちゃったわけですね。これが4番ですね、うん、4番がアメリカは第二次大戦が終わった後実は世界の生産力の 60% を一カ国で持ってたわけですよ、うん、ね、今の人口で言えばちょっと当時人口違うんですけど、60億人の人口のわずか20分の1、アメリカ3億人ですから20分の1の国が3分の2の生産をする。だからまあちょっと歴史の知ってる人はマーシャルプランっつってね、アメリカ一カ国がもう全世界に援助を出すとかね、うん、そういうようになった。で金本位制で、うん、アメリカのドルに相当する金塊が全世界の金塊の3分の2がアメリカにあったわけですね、まあ、後にフランスなんか引き上げるのでだいぶ変わってきたわけですけども、そういう時代からついに一昨年 24% になっちゃったということで4分の1切ったわけですよ、3分の2が4分の1切っちゃった。で3分の2の時にどういう戦略を取ったかって言ったら、ヨーロッパには NATO、 それからインドね、ここにはガルシア島っていうのがあるんですよ、南に。そのガルシア島に戦略空軍を置いて中東インド全部睨みを利かせる、うん、こういうふうにね、うん、それから今度はアジアはガム島に戦略空軍を置いて、うん、そして対馬列島、アリューサン列島からね、それからフィリピンまでこういう角度で見ると、それで世界全部を戦略空軍で抑えるっていうね、うん、そういう政策を続けてきたんですよね。ところがそれができなくなったのがオバマ大統領の時のそのシリア問題、イラク終わった後、イラクはブッシュ大統領だったんですけど、それを突破してイラクに行った、シリアに行った時に引っ返し始めたわけですね。で、あの引っ返し始めた2009年かなんかは歴史的な事件だと思うんですね。要するにアメリカがもうすでに世界には派遣ができなくなった。で、ヨーロッパからは引いた。それからアジアから引くんで、今度イエルサレムにアメリカ大使館を移す。あれは引くってことですけどね。引く。それからシリアはロシアに任せる、こういうふうにやって引いていってる。それから今度は10年前に1回フィリピンから引いたんだけど、まあ失敗して戻った。で今度日本韓国から引くっていうことを全部やってるわけですね。ですから今度の北朝鮮とトランプ大統領の会談というのは、アメリカが 60% の生産力を持ってたら絶対にしません。そんなことはもう絶対しません。それで利権を取ってたわけです。そこで世界にマクドナルドにマンナリを流してたわけです。それで石油も全部値段はアメリカが決めてたわけですね。サウジアラビアとアメリカの協議で決めてたんです、はい、そういったアメリカの世界支配というのはなくなって、よく言われるように多極的、中国、ロシア、はい、アメリカ、それからその他の国、EU、そういうところでまあやるようになった。それからEU もイギリスとドイツが支配してたけども、イギリスが離脱しドイツの力が弱まって、はい、あそこも少しそういう傾向があるんですね、はい、ですから全体として非常に世界がそうなってきたので、うん、トランプ大統領が言ってることをよく聞くとね、あの人難しいんですけど、うん、よく聞くと引く引くっつってるんです、うん、だからまあ今後はアメリカが引いてっていうか、それがどういうことになるかというと、うん、日本は自分で守らなきゃってことですよ。そうですね、トランプ大統領の心の中はもうね、うん、安倍さんと親しくしてるのは それだと思うんですけど、うん、もう米軍引くつもりなんですよ、うん、そしたら米軍引いたら一体どうなるかっていうことですね、うん、そうすると日本人は何を突きつけられるかっていうと、自分のとこで守るんですかって突きつけられてるわけですよ、うん、はい、で
それに対して日本は家計問題とかやってるんですよ。だからもう全然ダメでね、あの今度の森友なんかの問題ねやってますでしょ、はい、今日はまあ自殺があったからちょっと難しくなったけど、なんで憲法の議論しないかと、それはその憲法問題をやらなきゃいけないのに逃げるという日本人のまあ独特の考えがあるわけですね、まあ、そういうことで日本に非常に大きな影響がある、はい、我々は今こそ親として日本をどう作っていくかということを本当に真剣に議論しなきゃいけない時代に、ね、世界にはあのいわゆるパワーバランスといったところはなかなかバランスを取るのが難しくなっているところですね。あのね、今度のね、今日ちょうどいい話になっちゃったんですけど、はい、アメリカと例えば北朝鮮ものすごい罵倒してるでしょ、はい、日本人ですぐあれまともに取っちゃうんですよ、ね、なんか罵倒してんなって。だけどね、国際政治ってのは全部騙しなんですよ。あのね、よく陰謀論ってあるんですよ、はい、日本に、うん、ユダヤの資本はこういう陰謀とね、イギリスはこういう陰謀だけど、世界って全部陰謀なんですよ、うん、だから警察ありませんしね、裁判所もありませんから、だから陰謀をどうまとめていって自国に有利にするかっていう戦いなんですよ。残念ながらそんな正義の戦いなんかないんですよね。だからその日本が、日本人が日本の子供を守るためにはやっぱりあのどういう戦略で我々親が子供を守っていくかっていうことに対する議論が必要だってことになりますね。ますますやはりあの世界にも目を向けながら日常生活もやっぱりこう考えていくっていうのが大事ですね。そうなんです。まあ、今度のトランプと北朝鮮の話がうまくいきそうなので、うん、まあ、前からうまくいくんじゃないか、つまり戦争は株価を昔は上げたんですけど、はい、最近はもう戦争は株価を下げると言われてますので、はい、まあ、そういう方向に行くと思いますけど、だけど私たちとしてはね、まあ、少なくともミサイルが空から降ってこないだけ良くなりましたよ、うんうん、ね、今日は ね今日は非常に明るい日ではあります。はい、はい、ありがとうございます。では本当の話の世界編はアメリカ、ここら辺で ね、はい、終わりということで次行きましょう。次はホットの話の憲法改正問題ということで、実はあの視聴者様からもこのテーマを取り上げてほしいというメールがありまして、はあ、まあ、なかなかテーマとしては重たい部分がありますけども、まあ、武田先生とこの番組の方針の一つっていうのがあったと思うんですが、まあ、恐れずに最大の時事問題を議論しようということ で、議論のきっかけの場になるかな、はい、ということですね、はい、まあ、僕なんかもうじいさんだしね、だいたいもともとあんまりストレスがない性格なんですよ、はい、なんでも、ね、気軽にね、うん、もうねバーっていっちゃいますんでね、はい、血圧上げるのも大変なんですよなかなか血圧が上がらないという、はい、はい、まあ、なかなかね食わず嫌いでこういった憲法の話っていうのも取り組まないというね一般的な人も多いかと思うんですが、そうそう、まあ、これを機会にそうです、ね、まあ、どういった内容かを知っていただこうということで、はい、まあ、憲法改正問題に関する報道を一部まずはご紹介したいと思っています、はい、まず毎日新聞のお話ということで、毎日新聞によりますと、自民党憲法改正推進本部は大規模災害などに対応する緊急事態条項の条文案に政府への権限集中や国民の私権制限の規定を盛り込む方針を固めたというのがありまして、まあ、一度聞いただけでは一体どんな趣旨なのかというのが全くこう響いてこない感じもしますけども、難しい話なんだなっていう感じはしますが、いや僕なんかねどっちかっていうと分類すりゃ右側でね、はい、日本語を作れとか言ってるわけですよ、はい、ね、だけどね人権をこれ以上制限するって今でも結構制限されてるじゃないと、冗談じゃないよと、うん、だいたいカジノを作ると、はい、何のためにカジノを作るのって儲けるためって、はい、いや人権侵害じゃねえかと、うん、ね、日本人が楽しむためって言ってくれと、はい、そういうふうにこう今はねこう外貨が350兆円儲かっても誰かが持ってるんですよ、うん、ね、会社の隠し財産も400兆円あるんだ、これも従業員出てこない、はい、政府は1000兆円も国民から借りて返さない、うん、だからもともと人権が侵害されてるのに、うん、なんだという感じもするんですが、うんうん、はい、多分あなたもこれ読んですぐ視聴者も分かんないと、うん、何言ってんだ、そうなんですよ、ああ、うん、自民党総案っていうのがね今から5、6年前に1回出てきた時ね、はい、こんなことをやるの、だから憲法9条の裏に隠れてね、うん、それで人口人権、うん、なんか制限なんかしてもらっちゃう、僕なんかもうすぐ干上がっちゃいますよ、だって言いたい放題言ってんだから、うん、ということでちょっとね今日は時間もありませんので走りだけ、はい、はい。
まあ、基本的な話からいきましょうか。そうそう、はい、ね、これこの番組はまあじっくり走らないということですからね、はい、日本国憲法、現行憲法はですね、実はまあみんなが言うように非常に奇妙な憲法で、はい、1945年8月15日、うん、ね、僕が2歳ちょっと、ね、その時に日本は占領されました、はい、敗戦って言いますけど、一応、はい、終戦とか敗戦とか言ってますが占領状態です、はい、国がなくなりましたね、うん、で独立したのが1952年一番下ですね。1952年4月28日に独立したんですよ、うん、ね、うん、独立してから憲法ができるか、独立した時に憲法できるの普通なのに、はい、だってこの間の憲法って何の意味もないんですよ。全部 GHQ が決めてるの、はい、占領区が、うん、アメリカ占だからここでね、この1947年に憲法ができたって言うけど実態は別にないんですよ、うんうん、アメリカ軍に占領されてるんだから、一番上にね、国会の上にアメリカ軍がいるんだから、これはどうにもならないわけですよ。だからこの憲法というのは変な憲法なんです。だからまあみんなが言うように自分たちで憲法を作ろうというのは何を言ってるかって言ったら、せめて独立してからの憲法ね、だこれを引き継いでもいいけど、もう一回ここで俺たちは独立した、だけどもこの憲法で行くんだっていうことでもやっときゃいいけど、それもやってないわけね、うんうんうん、だからなし崩し的になんか憲法ができたなという感じなんですね、はい、それがまず第一、非常に大切なことです、うん、だからどうしようって僕言ってるんじゃないですよ、はい、だからどうしようって言ってなくて、僕憲法改正はちょっと時期尚早なんて言ってるぐらいだから、うん、そうなんだけど僕の言ってる理由は後で言いますけどね、この憲法が占領時代にできてるってことなんですよ、うん、アメリカ軍が自主憲法を作ろうっていうのは何を言ってるかっつったら、僕に言わせればちょっと自主憲法ってちょっとおかしいなと、自主じゃないんですよ、占領中の憲法だから、これ憲法と本当言えないね、うん、というような状態なんですね。で次はお願いします。これ質的に非常に重要なんですね。でじゃあ独立後の憲法って一体何なのということを今日やります、はい、それから全これは次回になると思いますけども、全文、憲法全文っていうのはどういう意味があるか、これ非常に重要なんですね、はい、憲法全文の解釈によっては9条の解釈変わってきますから、うん、だからこの関係ですね。それから最高裁は今まで機能してきたのか、最高裁は普通憲法学校でも習うときはね、あの最高裁は憲法をチェックするんだと、うん、こう習うんですけど、はい、そしたらね、自衛隊が違憲だって今言ってる人いるんですよ、うん、自衛隊違憲だ、ね、集団自衛権違憲だとか言ってる人いる。いや、違憲が60年も続くことないんですよ、最高裁があるんだから。で最高裁が合ってるのに今の自衛隊ってのは9条には違憲してるって言うんですよね。そんな状態って一体何と、これは一体何を言ってるのかと、まあ、いうことをね、その順次、まあ、もし時間があってあのこれを主張してる方がもうちょっと自分としても憲法を知っておきたいというのがあればね、はいはい、あの今度深く入ってみたいと思ってます、うん、はい、まだ大丈夫ですね、はい、はい、大丈夫です。じゃあ次行きましょうか。今ね、はい、あの独立後の憲法はどちらって書いてある、どちら、はい、どちらっていうのは明治の時に日本人が決めた独立状態の日本人が決めた憲法か、それとも占領された時に占領中の憲法か、どっちかってまだ決まってないね、でこれが1889年日本人が作った憲法、日本人が作った憲法ってこれしかないんですよ実は。もちろんだってそれ前は江戸時代で徳川の殿様だから、はい、その憲法ないでしょ、はい、だからこれは伊藤博文なんか作った日本人が作ったやつ、ちょっとカタカナがあって読めませんよ、はい、チンなんてこれどこで切るのってここで切るんですけど、はいまずは天の打ちどころから練習しないと分かんない。まず第一条、はい、大日本帝国は万世一系の天皇これを統治すると、うん、まあ、こうなってるわけですね、はい、主権在民じゃないわけですね、はい、だけど実はこの憲法が今生きてるという説があって、はい、正しいとも言えるんですよ。だって占領中に決まってるから、うん、占領中は日本でないと考えると日本国が持ってる憲法ってこれしかない、うん、だから大日本帝国憲法をもとに憲法を改正するっていうのもあるんです一応ね。これはあの現実的ではないとかって言ったこととは別に、我々が頭を整理するときに
どういう流れになってるかっていうのが分かんないと子供にね説明するときそうですよ、はい、子供が例えばそんなこと言ったらお父さんあの占領中の憲法って憲法なの本当に言われてね、はい、だからいやそこは困るとだから2つあって、まあ、占領中の憲法でも憲法と言っていいんじゃないかという説ももちろんありますよ。それから大日本帝国憲法、うん、だけどこの大日本帝国憲法がたった一つの憲法なのに学校で習わないんですよ。教えちゃいけねえと過去明治の状態を教えちゃいけないと、うん、なんだこれはと、うん、大日本帝国は天皇に統治される、うん、だけどこれ別にどうってことないんですよね。これでずっと80年もやってきたんだから、うん、だからやっぱり本当は学校でこれ教えた方がいいんだけど教えてないので今日はここをきちっとねやりたいというふうに思います。でどうしましょうか。今時間がだこの続きは次回としてっていうカンペが出ましたので、はい、まあ憲法っていうのは非常に重要で、うん、これから私たちの子供が幸福に過ごすかどうかっていうのは、うんうん、もっぱら憲法に寄ってますんでね、はい、ですから我々は大人の役割としても憲法の話を真面目にしなきゃいけないと思って、はい、そうですね。どうしてもあの憲法というと、まあ、いろんな国にもまたそういったものも存在してますので、そうですね、そういったものまあ比較をしてみたりとかしながら、ね、まあ、子どもたち世代にとってみれば、まあ、社会科現代社会の方なんかでも取り上げたりしますけど、はいはいはい、なかなか深く時間を取ってやるっていうこともないかと思うので、まずは親世代もしっかりとその辺を理解進めるというのがね、僕らは全部教わってないですよ憲法は、ね、そうですね、はいはい、私も何を思い出していいか分かんないぐらい何を触れたんだろうって感じでした。ちょっと桃子さんさっきのカタカナ読んでみます。いやカタカナ時間内に終われるかどうかちょっと不安なのでエンディングに行きたいと思いますさあではエンディングです。高田先生今日も話題豊富で、はい、また本当に数時間前に出てきたような話題なんかも取り上げまして、また次回するときにはどんな話になっているのか楽しみですけどね。いやもう、はい、ちょっと2週間だったらもう北京じゃあ南東オリンピックももう遠い話になりましたね。そうですね、はい、はい、平昌オリンピックの方は9日か今日ですね、今日から始まりまして、はい、10日間の予定になっておりますけどもね、皆さんもどんな話題になるかちょっと日常のねニュースなんかも気にしていただきながらこの番組をお待ちいただけると嬉しいかななんて思います。また多くの視聴者様から番組のテーマ音楽のタイトルを知りたいというのも実はコメントにたくさんありまして、ちょっと今日はここでそれをご紹介したいと。あの曲はですね、はい、バイオリンのためのハッピーソナタという曲です。はい、あの曲を聴くととても学問を楽しめるような感じがするなんていうねご意見なんかもあったりして、なるほど、私もちょうどスイッチが入るのにはいい曲だななんて個人的にも思っていたりしますけどもね、ぜひまたそんなね皆さんの素朴な質問なんかも募集しております。メールフォームもございますので、クローバーネット TV 番組メールフォームを使っていただき、そのまま送っていただくことも可能です。さて次回のお話ですが、3月23日金曜日の夜の7時から今回と同じ埼玉県志木市のスタジオからお届けいたします。武田邦人の本当の話、また次回もどうぞお楽しみに。ありがとうございました。